さあ、やけどって17日目となりました。まあ今日、病院行ってきましてね、ガーゼ取ってええよということで、まあ顔がだいぶ綺麗になってきたっていうことですね。まあガーゼを取って病院を出たんですけれども、やっぱりね、敏感肌みたいになっておりますんで、風が当たったらまあ痛かったりとかですね、冷たさすっごい感じたりとかしますんで、まだちょっと外ではガーゼしといた方がいいかなっていう感じなんですけれども、家の中でね、ガーゼ取れただけですっごいストレスが、軽減されている感じです。まあワセリンだけはもう塗ったくらなあかんのですけれどもね、まあそう、17日経ってね、顔がこんだけ変わってくると思いませんでした。もうあんだけひどかったですからね。それでまあこの手はね、まあ相変わらずまあ指も動かへん、ちょっと痛い状態なんで、スプーンもフォークも箸も持てへんということでね、今食べさせてもらってる状態です。で、スマホもですね、ここに首からかけるやつをこうできてですね、そこでもう小指でこうやって操作してる。まだまだ、不自由な感じで17日目ですけれども、まあね、この感想にはワセリンは欠かせへん、離せへんということで、この曲をお届けします。こんなに話したくはない。